怖い不定詞の攻略法。ポイントが分かったら怖くないよ。怖い不定詞の攻略法。さて、なぜ形容詞は、形容詞や名詞や副詞とか同名詞とかがいろいろ違いがあって、不定詞は怖いっていうふうな理解をしてしまうのかっていうところを見ていきましょう。不定詞と同名詞は、右の図のような教え方をされているから、このように脳が理解してしまいます。脳が、不定詞は怖いものと覚えてしまうんですね。なんで怖いのかなっていうときに、I like to play tennis. I like to play tennis. 私はテニスをするのが好きだ。これを名詞的用法と言います。名詞は主語、目的を保護に使える。次に2番。形容詞的用法。名詞の直後の to プラス動詞の原型だよ。I want something to drink. 私は何か飲み物が欲しい。I want something to drink. 私は何か飲み物が欲しい。名詞の直後の to プラス動詞の原型なので、形容詞的用法になります。次に3番。副詞的用法。副詞は名詞以外のものを修飾できる。Nice to meet you.Nice to meet you. はじめましてという意味だよ。同名詞 lying is not good. 今後は嘘をつくな。不定詞 to lie is not good. 今嘘ついてるね。to lie is not good. ダメだよ。lying is not good. 今後のことだよ。それを同名詞を使って言うね。不定詞は to lie is not good. 今のことを言ってるよ。どうだろう？わかったかな？わからない。怖いな、というふうに脳が理解してしまっています。さて、ではちょっとこのダイアグラムに行きましょう。女の子を連れた、まあ、肩を組んだ男性が、おっと、あれ、この女の人誰？しかも何？赤ちゃんがお腹にいるし、何？奥さん？ Did I tell you to come? 俺、お前に来るように言ったっけ？俺、お前に来るように言ったっけ？ Did I tell you to come?マジ何が起きてんの ?He told her to come? マジなんで彼女に来るように言っちゃったわけ？困ったねっていう状況になっていることを、まあ、ワオになった時に人はいろんなことを覚えます。はい、He told her to come.He told her to come.to プラス動詞の原型です。彼は彼女に来るようにと伝えていた。He は主語。S と書きます。彼は、だから、he。told は、tell の、伝えるという動詞の、過去の時制の動詞で伝えていた。told。her、彼女に、o と書きます。her、彼女に対して、to come、来るように、この場合は、何年するように、っていうので、来るように伝えていた。つまり、これは、S プラス V プラス O の、プラス不定詞、何々するように伝えてしまっていたという時に使えるんだよ。He told her to come. もう少し見ていきましょう。主語と動詞とは密接な関係がある。My father tells me to split up with him. My father tells me to split up with him. 彼と別れるように父が私に言うのよ。Split up with him.っていうのは、何々とは別れなさい。何々との交際をやめなさい。Split up with. My father tells me to split up with him. 泣いてますね。もうどうしたらいいのかわからない。次に雨が降りそうだから、チャリで行くのはちょっとやめようかな。The radio tells us to be careful of the rain. 雨に注意するようにとラジオが伝えてるよ。The rain tells us to be careful. I'm sorry. The radio tells us to be careful of the rain. The radio tells us to be careful of the rain. ラジオが伝えた。主語が複数や I, you, he, she, they など以外の三人称単数の場合には動詞に S がつくので My father tells, the radio tells となります。主語と動詞はそれぞれ密接な関係があるわけです。とても魅力的な男性に出会って、
女の子がちょっとワクワクしてしまっている。なんて素敵な男性なんだろう。この人と一緒に付き合ったらどうなるかな。そんなことを考えて、Her mother wanted her to be more careful. Her mother wanted her to be more careful. お母さんは彼女に十分に注意するようにと言っているわけですね。彼女の母親は彼女にもっと気をつけてほしいと思っていたのだが、ね、Her mother wanted her to be more careful. いろんな事故がありますね。そういう時に Her mother wanted her to be careful. More careful. もっとより気をつけてほしい。例えば、wanted 誰々 to 動詞の原型で、さっき今もありましたが、tell というふうに、動詞の want 欲しいも svo プラス不定詞で、o に何々してほしいという使い方ができる。allow 何々するのを許すも remind 何々することを思い出させてなども同様に、S プラス V プラス O プラス不定詞として使える。この形になっているよということです。まあ、牛乳をたくさん飲む女性がいますね。Remind me to buy milk. Remind me to buy milk. 牛乳を買うのを忘れていたら言ってね。牛乳大事なんだよね。次、S プラス V プラス O の不定詞が使えない動詞というのもあります。動詞によっては使えないものもあります。Hope、望む。これは、that を使います。I hope that you are in good shape. I hope to にはならなくて、I hope that you are in good shape. that を使います。in good shape 健康でいることを願うよ。in good shape 形が good な状態、健康でいることを願います。suggest おすすめする。I suggest that you stay inside.I suggest that you stay inside. 家の中にいることをおすすめする。外には出るなよという意味ですね。はい。それでは、先ほどの名詞的用法、形容詞的用法、副詞的用法のおさらい。というか、今度は新しい方法の説明の仕方をしていきます。My plan is to climb the mountain tomorrow. My plan is to, plan to climb the mountain tomorrow. 明日は、その山に登ることが私の計画ですよと言ってるわけですから、私の計画は明日その山に登ること、つまり保護になっているということです。My plan is to climb the mountain tomorrow. 名詞的用法の場合はこうした保護になっていることが多いです。次に、It is my dream to become an actress. It is my dream to become an actress. 私の夢は女優になることです。To become an actress is my dream を it を使って言い表されています。なので to become が主語になっています。なることが私の夢なんです。女優になることが私の夢。なので it is を使う場合がとても多いのが名詞的用法だということを覚えておいてください。はい、次に形容詞的用法。I am looking for someone to be my friend. I'm looking for 探しています。Someone 誰か。To be my friend 友達になってくれるそうな人。次に、They were the first man to land on the moon. They were the first man to land on the moon. 彼らは初めて月に降り立った男だった。つまり、後ろに名詞、人とか男とかがついていることに注目してください。なので、それらを形容しているので、形容詞的用法。まあ、つまり名詞を形容、修飾していれば形容詞的用法になるよってことなので、友達になってくれそうな人とか、降り立った男とかっていうふうに、後ろに名詞が来れば、間違いなく形容詞的用法だよというふうに理解できます。形容詞的用法以外に、副詞的用法。これにはいろんな種類があって、判断の根拠を表す副詞的用法。感情を表す副詞的用法、結果を表す副詞的用法と目的を表す副詞的用法があるよというのを覚えておきましょう。You must be a genius to understand the theory. その理論を理解するとは君は天才だね。
You must be a genius. 君は天才に違いない。To understand. その理論を understand するとは、the theory。The theory がその理論ですね。その理論を理解するとは、君は天才だね。判断の基準、判断の根拠を表しています。I am happy to hear that you're married. I'm happy to hear that you're married. 結婚したんだ。それは良かったね。嬉しいよ。感情を表す副詞的用法。I am happy to hear that you're married. 次に結果を表す副詞的用法。家に帰ったら猫がいなくなっていたというのが結果ですね。I came home to find the cat gone. 家に帰ると、I came home to find. 見つけたよ。何を見つけたかというと、the cat gone. 猫はいなくなっていたことを見つけた。まあ、つまり、家に帰ったら猫がいなくなっていたという結果を表しています。I am working hard to buy a new car. 車を買うために一生懸命働いている。これは目的を表していますね。I am working hard to buy a new car. 車を買うために一生懸命働いている。いかがだったでしょうか？最後までご視聴ありがとうございます。コメント欄に感想などいただければ、励みになります。It will be great to hear comments from you. 今回は日本人として理解が難しい不定詞でしたが、まとめとして覚えないようにして、自然とこうストーリー立てて理解していくというのがおすすめです。I recommend you to read and understand in a story. とはいえ、これをクリアできたら結構楽になりますので、また難しい文法を優しく解説させていただきたいと思います。それでは、チャンネルのご登録をよろしくお願いいたします。パレットイングリッシュでした。